でももう一人都知事になってたらやばかったんじゃないかっていう人を紹介させてください。7番お願いします。小野寺さんのツイッターです。石丸伸二が敗因はマスメディアと語る、支援者からそうだと怒号もという記事を紹介されて、小池知事に負けた敗因は NHK をはじめとしたマスメディアが当初全く扱わなかったから。はあ、あの蓮舫ですら落選は全て自分の責任って言ってたぞと言われています。そして8番、うん、小野寺さんのツイッターです。石丸伸二の敗訴確定、秋高田市長選ポスター巡り支払い命令という記事を紹介されて、この裁判の情けない敗訴を見ても市長をやる能力がこの方にあるとはとても思えないと言われています、うん、そして一気に紹介させてください。9番、百田直樹さんのツイッターです。今回の都知事選当選は小池氏だが、最も大きなポイントを稼いだのは石丸氏かもしれない。市長辞任から都知事選立候補、さらに選挙戦術において最高の展開を演じた。しかし最後の最後、各テレビ局との落選インタビューでの大失敗、まさに求人の功を一気に書く、本人分かってるかな汗と言われてます。そして今ね、もう石丸公文っていうのがもうめちゃくちゃネットでバズってますけども、うん、新次郎放送局さんのツイッター、これ面白いです、紹介させてください、うん、朝起きたら何しますか。石丸公文、起きてるというのは精神の話ですか。さっきからずっと物理の話をされてます。その定義を言わずに質問される意図が私には分からないです。一つ申し上げるなら、当日の行動が全てを決めるということじゃないですか。もし新次郎公文なら目が覚めると思います、この一言。確かにそういう対比ですね、面白かったです。ではこの件、小野寺さんお願いします。いや、これね、まあ、百田さんのね、主張が多分一般の常識の範疇でね、あんな受け答えしてたらみんなええと思うぞと思うと思うんだけど、実はね、あれは選挙事務所から放送していて、何やらそのテレビ局のね、まあ、その相手をその懲らしめたみたいな、その雰囲気にね、その事務所がなっていて、なんかもうシーンとなっちゃったらもうバーって拍手してるわけよ。だからもうなんていうの、新興宗教に近いよね。それであの何やり込めてるのをよく言ったみたいなね、そういう動画が上がっていて、まあ一般の人が見るとなんだこの人って、ちゃんと受け答えすればいいのに、なんでその定理は何ですかとか、また質問する、あ、答えるんですかみたいな、もうことしなくて完全にバカにしてるあの態度を見ると、普通の人だったらあれと思うんだけど、さすがですとか、テレビ局が嫌いになりましたみたいなのがうわーって並んでるので、では厄介だぞと、あれを見ても素晴らしいっていう人たちはね、ちょっと、なんていうの、伊沢昌子がね、空を飛んだみたいなね、そこまで行っちゃってるぞぐらいの、これちょっと恐怖すら感じているので、これちょっとね、本当に今回のあの得票数っていうのは、なんであんなことになっちゃったのかっていうのはね、保守の我々もちゃんと分析した上で、とんでもないことに実はね、エコチェンバーで、なってしまう可能性があるっていう、そういう危険性もちょっとネット選挙では認識した方がいいなっていうね、そういう事例に僕の中でなりつつありますね。はい、ありがとうございます。吉田さんお願いします。そうですね、まあ、日本の選挙 の、まあ、あの限界っていうのを、まあ、よく示した今回の事象の一つではあるんですよ。あのやっぱり日本人は残念なことに子どもの頃からあのディベートを教育に取り入れていないので、あのディベート慣れして議論慣れしてないんですね。だからあの中立的に客観的な立場からこの人の言ってることには論拠があるとか、この人の言ってることには論理的整合性があるとか、この人が言ってることはさっき言ったことと矛盾があるとか、そういうことをあの、まあ、冷静にそのまあ自分の好き嫌いとかを超えてですね、論理的に判断するっていう訓練が本当に日本人は全くしてないので、まあ、そういうのをこう年取ってくると、停滞、失敗を繰り返すことによって、だん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 身につけてくるんですけれども、やっぱり若いうちはね、そういうことがなかなか身につかないんですね。その、アメリカみたいにしっかりとディベートみたいなことを教育に取り入れてないと。まあ、そうすると、一方的な主張だけ聞いちゃって、それを信じ込んだり、その人の言うことが何でも本当に聞こえてきちゃったりすると、まさしくエコーチェンバーに、日本人にはかかりやすいんですよ。それが、ね、まあ、今回、まあ、非常に現れていて、まあ、この、まあ、傾向は今後しばらく続くと思うので、まあ、冷静にこの人にと、その追っかけの人たちについては見なきゃいけないなと思う反面、
この人たちが今後ね、まあ、しばらくの間は、まあ、政治で大きなね、インパクトを与えていくことも多分、残念ながら、この国の政治の現実だと思うので、うん、まあ、それに、こう、なのかな、変に、こう、迎合したり、することなく、まあ、僕なんかはもう淡々と、国を良くするためには働いていこうとは思いますが、その上で、まあ、こういう人たちとの、まあ、やり取りも、今後、必要になってくるなっていうふうに思います。うん、そうですね。はい、ありがとうございます。まだまだこの都知事選立候補された方々の話っても尽きないかもしれませんので、今後も注視したいなっていうふうに思います。はい、うん、はい、では次行かせていただきます。ここで北海道支部長の新コーナー、真夏のコーナーが来る。ぶったぎり祭り、大丈夫、何も打ち合わせないけど。大丈夫、大丈夫。はい、分かった、行かせていただきます。12番お願いします。うん、ウボポイ職員への差別的言動を許さない運営団体が方針、対応方針を表明と公表という朝日新聞の記事を紹介されて、小野寺さんがアイヌ民族が先住民族であることに疑問を呈したらレイシャルハラスメントになるってアホなの？じゃあウボポイにアイヌが北海道の先住民族であると分かる年表でも提示しろよみたいな感じでおっしゃってます。今日はツイッターでかなりいろんなとか変な方に絡まれてらっしゃいましたけども、絡まれたよ、うん、ぜひこちら小野寺さんお願いします。でも何、変な方に絡まれましたねっていうのが実は日常だから、これないとね寂しいんだけど、ただね、これ本当におかしいのは、何やらね、ウボポイに行く人がまあいろいろね、そういう学芸員だとか、あ、ここにいる職員に質問をすると、で、それがね、答えられないみたいなことで、結局は職員がね、その休みがちになるだとかね、何やら心の病がみたいなニュースが実は結構去年あたりぐらいから北海道新聞に出ていたのよ。で、いやいや、別にね、先住民族だって言うんだったら、先住民族だってね、理路整然と説明すればいいだけの話でね、それを説明できないから結局ね、まあ、やり込められて、一般来場者にね、それで、まあ、なんていうの、折れてしまうみたいな方たちがいるやに聞いてるけれども、これ、先住民族かどうかっていうのはね、国会がただ決めただけの話で、学術的にそうだという話にはなっていないと。で、学術的に先住民族ではないという、そういうね、まだ、決定したものがないのに、それを土台に先住民族であるっていう、国立民族博物館でそういうね、決まってもいないものを元にして情報発信するっていうのは、やはり問題ですよね、と。これは間違いがあれば、間違いだったと認めるのがね、国立のアイヌ民族博物館の役目であって、このアイヌ民族博物館でこういうね、騒ぎが起きていて、結局、アイヌ差別は許しません、みたいなね。そういう、まあ、宣言をして、そして、アイヌが先住民族かどうかということを聞くだけでも、レイシャルハラスメントになりますみたいなね。こんなバカみたいな、こんな、国立博物館があっていいのかっていうふうに本当に思うし、こんなこと言ったらね、その学問をね、追求していくっていうことを、まあ、妨害するっていうね、博物館にはあるまじきことを、自分たちで宣言をしちゃってるっていうことで、つくづくね、この国立アイヌ民族博物館って本当にいらないな、というふうに思っていて、ちゃんとした情報を出せと。でね、まあ、明治維新の時には、アイヌの方たちは本当に困窮をしていた。その前の江戸時代だって、まあね、流行り病がね、まあ流行った時には、人までしてあげて助けただとかね、まあ、アイヌの人たちをずっと守って保護をしてきたという、そういう事実も一切展示をされていない、何やら和人が一方的に悪いだとか、そういうことなので、本当に両方から見て、まあこれは真実だなと思うものを展示してね、今仲良かったらいいんじゃないのという落としどころで何が悪いんだというふうに思っていた中で、こんなことを言われたらね、もっともっと騒ごうと心に決めました。ありがとうございます。吉田さんお願いします。これね、まあ、菅っていう元の総理大臣の罪は極めて重いんですけれども、うん、まあ、とにかく、アイヌを先住民族だなどということをね、事実に基づかない政治的な、こう、プロパガンダを、まあ、国会で、まあ、決議みたいなことをしてしまって、で、それに基づいて変な法律作って、変な、
国立のね、我々の税金でもって、有害な建物を建ててしまったわけですよ。で、有害な人間をね、だからそこで雇ってるわけですよ。これね、学問っていうのは、どのようなことも検証していかなきゃいけないんですね。1たす1が2、本当に2ですかまで始め、やらなきゃいけないわけですよ。でそういうところから、例えばもう相対性理論みたいなものをね、古典物理では絶対に揺るぎようがないと思ってたことにアタックをかけていって、古典物理が基本的には、まあ、ある局面では間違いなんだっていうことをね、まあ、人間の知の、こう、まあ、新しい、こう、領域を開いていったんですけど、誰が、例えば、こう、どういう出自であるとか、どこでどういう、まあ、活動をしていたとか、何人ぐらいいたとか、ここの社会集団は、どういう関係にあったかとかですね、いろんなことは常に、もう、たゆまず、休まず、こう、検証を続けていくのが歴史学なんですよ。それを、あることは都合が悪いから、それについては研究しちゃいけませんと。アイヌが先住民族でない可能性については考えてもいけない。これこそね、もう人類の知恵に対する、こう、冒涜なんですね。何か宗教とか、要するに、絶対にこう、地動説は認めちゃいけないんだ。神が天動説なんだから地球が動かないんだって言って、地球動くかもって言ったらね、なんか貼り付けないみたいな、そういうことを今の日本でやろうとしているのが、このアイヌが先住民族かどうかっていうことを研究しようとすると、レイシャルハラスメントだとかね、差別だとか、こういうことを言う連中なんですよ。で、それは残念なことに、昔はそんなバカなことっていうふうに、言っている人が圧倒的に多かったのに、最近は法務省の一部までですね、それはレイシャルハラスメントに当たるかもしれません。マイクロチンタラプンタラですとか言い始めるわけですよ。そう、マイクロチンタラプンタラ。もうそれも全部変な外国のね、キャンセルカルチャーみたいなのをアホみたいに輸入してきて、それをバカみたいにこう唱えてるだけなんですね。もう法務省も変えなきゃいけないし、日本の学会もゼロから作り直さなきゃいけないし、この、まあ、嘘っぽい博物館みたいなのも一回潰してね、きちんとアイヌとはまず何なのか、そして、まあ、日本の、まあ、縄文時代から続く北海道の歴史はどういうものなのか、変なこう歪みとか固定概念とかなく徹底的に検証することが認められる日本社会を取り戻さなきゃいけないです。ありがとうございます。これね、さっきね、はい、マイクロチンタラプンタラって言ったけど、マイクロアグレッションなんだけどね、これ実はアイヌを擁護する学者が、まあ3年ぐらい前から、ちょっとマイクロアグレッションがとか言っていたので、これなんじゃこらと、聞いたことないぞと思って、まあね、これもう番組見てる方は、ウィキペディアでマイクロアグレッションったら、ウィキペディアに出てくるんだけど、誰が発案したのかってなんかね、外国人の名前書いてあるんだけど、その反転しないっていうか、リンク先がないということで、無名の方がね、まず発案して、さらにこれ、アメリカで一時期ちょっと流行ったんだけど、あまりにひどいというのは、本人は全く差別する気も、その気がないと。で、例えば、日本で言うと、まあ、かたやね、差別されるような被差別部落に住んでいたってことを友達に打ち明けたら、友達は、いや、そんなこと僕は全然気にしませんから、というふうに言ったとして、その受け取った側は、あ、僕がずっと悩んでいたことを、こんなに簡単に軽く考えていたんだ、ということで、これ差別に当たるみたいなね、もう受け取った側が差別だと感じれば、すべて差別だっていうね、とんでもない危険な主張なので、まあ大学の一部がアメリカで、まあそれを取ってたのを全部やめたのよ。だって、何でもかんでも差別になっちゃうので、大騒ぎになって、結局はアメリカではもう廃れてるものをね、アイヌの人たちはそれを利用して差別をされているというふうに言いたがってるということで、実は差別されたという苦情がね、ほとんど国に上がっていないということを僕は見ていて、なので、実はマイクロアグレッションで差別をされたと実は思っているんだけども、それは言えなかったみたいなね、そういう論理にすり替えようとしていて、このウポポイでもこのマイクロアグレッションという考えを使って、何でもかんでも差別という話にしたいから、アイヌって先住民族じゃないですよね、
傷ついた、だって僕先住民族だと思ってたのにみたいな、何でもかんでもダメになっちゃうという非常に危険な論理をこのウポポイが使い始めるっていうのは本当にね、博物館としてあるまじき行為だということをね、もう一度言いたいです。あの、私もね、あえてマイクロチンタラプンタラって言ったんですけど、あの、前から僕そのあの、ま、的になってるんですよ。あ、そうなんだ。あの、総連関係者から。あ、なるほどね。はい。で、うん、で彼らはね、これをあの新しいことに使おうと思っていて、まあ、例 の, あの、まず在留管理法ですね。あの、これで外国の国籍の人は、まあ、在留カード、まあ、昔でいう該当証ですね、外国人登録証、今の在留カード、これを携帯し、あの警察やあの関係者にあの求められれば提示する義務があるんですね。法律に基づく義務があるんです。警告しなきゃいけない。家にありますと言ったらもうそれはあの違反なんですよ。今持ってませんっていうのは違反なんですね。で、ところが今この人たちはこのマイクロアグレンストっていう言葉を使って外国人と見てその在留カードの提示を求めるのはこの小さな外国人差別ですって言い始めてるわけですよ。だから、あの、要するに法律に基づいてあの在留カードを持っていますかと、警察が外国人に問うことは、つまり見た目で外国人と判断しているから差別だってわけですね。だから、マイクロアグレッションとかいろんなことを言う連中っていうのは、つまり外国人が、あの、全く日本人が、例えば外国人が日本語を話していて、あ、日本語上手ですねって、これも差別だって彼は今教育してるわけですね。うん、じゃあ、もうめんどくさいから全部の日本人に日本語上手ですねって言えば差別にならないんだろうって、そういう話なんですけれども、うん、日本人でもあの日本語が下手な人ね、まあ、この間も3位になっちゃったけど、英語とかね、うん、いろいろいるから。ということなんですけど、そんなことをやっていたら、もう本当にね、社会があの基本的なこの、まあ、一緒にコモンセンスね。常識に基づいて行動することもできなくなっちゃうので、そんなものを認めてはいけないっていうことなんですね。それは別に、うん、一部、その、自分が嫌なことを言われて傷つくっていうのは、外国人だけがそれを拒否していい特権じゃなくて、日本人だっておしなべてみんな言われたら嫌なこといっぱいあるわけですよ。うん、そういうことを外国人だけ、あの特権的に守りましょうっていうのは彼らの要求なんですね。そんなことを認めてはいけないっていうことですね。いや、本当だよ。はい、ありがとうございます。ということで皆さんお気づきかと思いますけども、本日も2500人以上の方にご視聴くださってます。ありがとうございます。ありがとう、よかったよ、うん、はい、ありがとうございます、うん、ということで丸々60分延長で、一般公開させていただきます。ちなみに、うん、長尾さんが番組の途中からチャットに参加してくださっています。ありがとうございます。今業務終わりました。今日はお休みさせていただきました、うん、団員の皆さん今晩もありがとうございますとメッセージをくださっています。ありがとうございます。1000人超えおめでとうございますというメッセージもくださっています。ありがとうございます、うん、はい、ではもうあと13分で終わってしまうんですけども、このアイヌの差別として攻撃されているという方なんで、ぜひ応援の意味も込めて紹介させていただきたいと思うんですけど、うん、11番杉田水脈議員のツイッター紹介させてください。ひまそらあかね候補の健闘を称えます。これ都知事選の件もちょっと関わるんですけども、11万人を超える都民が、うん、投票用紙にひまそらあかねと書いたという事実はとても大きいです。わざわざ投票所に足を運んで名前を書いた人の何倍もの人がひまそら候補を応援しています。さらにその何倍もの人が活動しています。これはすごいことです。10年前の衆院選で次世代の党が壊滅的敗北を喫した時、ネットを過信することをやめました。今も過信はしませんが、今回の結果を見て新聞や地上波に対抗する一筋の光が見えてきたような気がします。本当にお疲れ様でした、そしてありがとうございましたというふうに言われています。ぜひ杉田水脈議員に一言ずつでもメッセージをいただければと思うんですけども、野田さんいかがでしょうか。僕はね、実はこれ選挙結果っていうものをかなりシビアに見ていて、これね、東京都知事選っていうのは母数が異常に多いので、10万人もみたいなことでね、わって驚きがちなんだけど、僕は違うツイートをしていてね、もしこれが鳥取県知事選だったら、この得票数は大体3500票ぐらいですよみたいなね、そういうツイートをしました。なので、投票をしてくれた全員の中の何パーセントが投票を自分にしてくれたのかっていう客観的な、まあね、判断が僕は必要だということで、まあ、一番厳しい見方をすると、
供託金を取られるか取られないかっていうのがね、まず僕が一番重要視するところで、供託金を取られない方たちの選挙だったっていうふうに僕は見てしまうわけよ。なので、供託金を取られると、さらにね、供託金 10% のね、そういうラインが引いてある中で、1% 台の、まあ、得票っていうのは、これはちょっと失敗したなと僕は思わなければならない。一人の、をね、当選者を決める選挙において、1%、2% を切るというような得票数っていうのは、やはりちょっとね、反省が必要だなと思っちゃっているので、僕はまあ10万票っていうね、その得票数には踊らされない方がいいと思うまでも、ただ、この戦いにね、自分の主義主張を持って、供託金を払ってまで、出て戦うというね、その姿勢は素晴らしいと思うので、そういう都知事選に立候補して戦うというそういう姿勢には敬意を表すると。ただ、結果についてはシビアに見るべきだというのがね、僕の考え方です。なるほど。ありがとうございます。安田さんお願いします。そうですね。まあ、私はずっと今沢さんの活動をね、本当に、必要、日本にとって必要なことだなと思って、ずっと、応援をしています。で、この従来のこの延長線上に今回、都知事選に出るっていう、まあ、選択肢が、急浮上してきただけで、まあ、都知事に選に出るためになんかいろんな準備をしてきた人とはちょっとまあ、まあ、立場というかが違うんですね。違うね。まあ、やっぱりその、まあ、顔を見せるわけでもなくっていう、こと自身がもうやっぱり選挙っていうことにおいてはもうすごい不利ですよ。まあでも、そういう、状況の中で今やってこられて、私はこの人の主張が全くブレていないところで、行動の、まあ、一貫性があることは、今の、まあ、日本の政治にとって、まあ、この、例えば公金徴収っていうことについて切り込むっていう分野において、もう本当に、なくてはならない人だなっていうふうに思っていまして、まあ、選挙の、結果っていうのは、やっぱり出会い頭みたいなものもあるんで、まあ、今回は石丸さんみたいな人にザクッと持ってかれちゃったなっていうのは、まあ、あるとは思うんですが、まあ、個々の、まあ、僕は得票数に、あんまり、一喜一憂しないでですね、まあ、この人の、要するに、得票数っていうのは、やり方、手法を変えれば別の得票数になるわけで、でも、ひまさらさんは都知事なのが目的でこれやったわけではないのでですね、まあ今までと同じスタイルで、この公金徴収問題、あるいは表現の自由の問題についてですね、引き続きぶれずに取り組んでいただくと、また別のですね、活躍いただける機会っていうのは山ほど出てくると思っています。はい。ありがとうございます。ね、これ、まあ、ひまさらさんがね、すごい、例えば、X 上でね、まあ、その、まあ、話題になっていて、高弘さんっていう方、この方が5位になってると。こっちの方が実は、衝撃を受けていて、ただこの方本当に、その、GitHub っていうね、そういうソフトっていうか、その掲示板みたいなものを作って、まあ、その自分たちの政策をね、どうやって作っていこうかということで、公開でやり取りをしていたり、あと600人のね、ネットの、まあ、応援者で、まあ、テレビ会議を使いながら、リアルな事務所を持たずに、まあ、その活動をして結果、まあね、まあ、その、まあね、10万、15万だったか、まあ、それぐらい取って4位になったっていう、あれはね、まあ、すごいなということで、僕はこの5位だった方から、いろいろこれからのね、ネット選挙のあり方っていうものは、ちょっと勉強したいなというふうには思いましたね。うん。ありがとうございます。今の安野さんのお話は小野寺さんのマサルアワーの中でも詳しく解説してくださってますね、うん、ぜひお昼間の番組の方もご覧ください。はい、ありがとうございます。残り7分となりましたけども、ではちょっとこれ紹介しておきましょう。13番落書き中国人逮捕ということで、産経ニュースさんのツイッターです、うん、吉田さんがリツイートされていらっしゃいます。独自靖国神社落書きの中国籍の男3人に逮捕状、器物損壊と礼拝上不敬容疑、男1人を逮捕へという記事です。1人が落書きをし、もう1人が撮影。2人は落書きをした直後の6月1日未明の便で中国上海に出国した。もう1人の男は日本に住んでおり、2人と行動を共にしていたということで、これは良かったなと思ったんですけども、吉田さんぜひこれお願いします。まあ良かったんですけど、最悪の事態は免れただけで、そうですね、まあそもそも
あの靖国神社でこういうことができないようにしましょうから始めなきゃいけないわけですよ。うん、で、そして、一人しか捕まんなくて、逃げちゃった人もいる。なんて言ったらいいかな。いや、全然許しがたい。まあ、要するに捕まんないよりは捕まった方が良くて良かったなですけれども。で、この後またね、検察が不起訴とかしたらもう、まあ、ちょっとね、危険な、放送しちゃいけないような発言にそうなっちゃったな。わかるわかる。絶対不起訴とかすんなよっていうかね。うん、まあ、いろいろな意味で、この日本のもうザルっぷりが、まあちょっとね、全くのザルの、まあ、ザルが去るぐらいになったからな感じぐらいですが、もっともっと厳しくね、抑止も、あるいは犯罪が、まあ、行われた後の処罰もしなければいけないと思います。はい。ありがとうございます。すみません、軽はずみなことを言いました。本当おっしゃる通りだなと思います。ありがとうございます。うん、すみません。小野田さん、お願いします。これ遅いよね。ね、あんなもの分かっていてね、テレビ局もね、その何、上海だかどっかでね、まあ、香港か上海忘れたけど、待ち構えていてね、インタビュー取れる、テレビ局がね、接触できている人物をね、なんで今更ね、こんな逮捕状みたいな話になってるのか、もっと早く起こって、もっと早くやれよと。で、中国に、まあ、逃げてしまっていたら、まあ、そのね、犯罪者の交換のことは、なかなか厳しいなと。いうふうに思っているので、まあこれで逃げられることになるのかならないのか、さらに今言ったようにね、起訴だとかね、保留、処分保留みたいなね、そんなとんでもないことを本当に検察がやるのかやらないのか、ここはしっかりと見たいというふうに思います。はい、ありがとうございます。では最後数分しかありませんので、うん、こちらも大事なニュースなので紹介させてください。15番お願いします。フランス議会下院選挙ということで、吉田さんのツイッターです。フランス議会下院選挙、左派連合が最大勢力、多数派形成は難航もという記事を紹介されて、うん、マクロンは左派との野合で右派の議席を抑え込んだが、右派は一層投資を高めるだろう、右派慎重の傾向は今後さらに進むだろうと予想するというふうに言われていらっしゃいます。こちらも吉田さん、うん、一言お願いします。そうですね、これ最初の第1回目の投票で、右派ですよね、まあ、テレビは極右とか大好きだからそういうことしますけど、うん、まあ、右派の国民連合が、まあ、比較第一党になっているわけですよ。でそれを決選投票でもって2位と3位が合わさって候補者を調整して、1位を絶対に当選させないと、2位と3位とどっちかを、選ばせるっていうことをやって、なんとかしてこう、議席数を減らした、まあ、国民連合からしたら、まあ、奪われた選挙っていうふうに思うでしょうね。で、これでへこたれるわけはなくって、よし、もっとそんな小細工も聞かないように勝ってやれっていうふうに思うに決まっているわけですよ。だ今後、この傾向はますます、国民連合は、これから勢力を増やしていって、まあ、ここの小細工をやった、この中間派と、左派ですね、マクロンの中間派と左派は、今後もっと、ますますね、厳しくなって、まあ、こんなことをやっても、過半数を取れないような状況に、まあ、そういうふうにですね、モーメントは動いていくと私は思います。はい、ありがとうございます。小野さんも一言お願いいたします。まあ、これフランスはね、まあ、その保守の、ね、政権もあったまでもほとんどがね、まあ、左寄りの政権で、まあ、強いというイメージがある中で、今はしっかりね、国民が選択肢を持ってると、これはドイツでも言えるんだけど、本当にその選択肢があるっていうね、そこまで、そのヨーロッパ各国は来てるんだということを考えたら、日本はまだそこまで行ってないと。なんか保守っぽいんだけど怪しいみたいな自民党があったりね、ちょっとこれはどうなのかなっていうふうに我々はもう一度考えてね、やはり国民がね、選択肢を持てるという政治がね、本当に健全なんだということで、まあこれからね、多くの保守の政党が出てくるでしょうけれども、そういうところもしっかりね、応援していかなければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは残り2分となりましたので告知をお願いしたいと思います。吉田さん、7月12日の中野の集会の件、告知をお願いいたします。はい、画面出ますかね。はい、中野の地元のですね、なんか勉強会のご紹介します。今週の金曜日ですね、12日中野区の、中野駅南口の中野区産業振興センターというところで、これ珍しいですね、横須賀の中学の先生なんですけど、
中学の先生から日本はなぜ戦争したのかという、タイトルでですね、まあ、子どもたちにどういうことを伝えていったらいいかっていうことをですね、まあ 現場の現役 の中学校の先生の立場から、これ子供を持っている親御さんたちが来てくれると嬉しいなっていうイメージでですね、勉強会を開催します。まあ、私がやるんじゃなくてですね、区内 の、まあ、その教育問題に取り組んでいる団体の方々がやる勉強会ですが、まあ、わざわざ横須賀からね、中学の先生来てくださるんで、うん、ぜひ、それぐらい遠くからも皆さん来てください。はい、よろしくお願いします、うん。ありがとうございます。それではもう一点紹介させてください。高市早苗さんと歩む北海道民の千人集会ということで、これ8月4日ですね、札幌でございます。これ、小野寺さんも参加されるということで、ぜひ一言いただければと思います。はい、僕も行きます。これなんですけれども、8月の4日にですよ、高市さんと門田さんが来て、講演会をやるということで、まあ、全国各地でね、大盛り上がりをしている中、赤い大地の北海道では、なかなか苦戦をしているという状況だと聞いております。実際に、ね、国会議員は、まあ、何十人もいますけれども、北海道から出ている、実は一人も高市さんを応援する議員はいないんじゃないかというような赤い大地ですので、これはね、やっぱりそういう人に頼らず、我々がね、力で人をね、集めたいなというふうに思ってますので、まあ本当に時間のある方は8月4日、ね、ぜひ、この集会に来ていただきたいということで、詳しくはこの、まあ、パンフレットを見ていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ということで、23時超えましたので、これで締めていただければと思います。吉田さん、一言お願いします。はい。今日はですね、なんか川口で、クルド人の方と見られる方が、野焼きをしていると。受け負ったですね。さ、廃棄物を野焼きってやっちゃいけないんですよ。いや、貼ってんの、そういうことをやっている記事なども紹介したかったんですが、時間がないので、また最後にしますけれども、はい、今日は、団長が、今、ご不在のところ、北海道支部長の小野寺勝さんと、はい、私、はい、副団長の吉田でお送りをしました。はい、発見ツイッター探偵団でした。皆様、明日以降もぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい、おやすみなさい。ありがとうございました。よかったよ。ございました。おやすみなさい。